どんぐり FM。 こんにちは。こんにちは。なるみです。夏目ぐです。こないだね、吉沢ひとみ容疑者が、ひき逃げったの。ああ、モームスの。そう。はい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 。酒飲んでたみたいなんですけど、いろんなニュース見たら、アルコール度数 9% の缶チューハイ飲んでたって書いてあったんですよね。なんか、チューハイ2本で。そうそう。で、飲んでましたって言って、朝のニュースで司会の人がそんな日本じゃそんな酔わないだろうみたいなのを言ったとか出ましたね。で度数が 9% って言ってたんで、これストロングゼロじゃないのっていう声が多いですね、やっぱ周りでは。はいはい、ストロングゼロをロンカー2本飲んだら運転無理だよなっていう、ね、確かに、最近でも僕ストロングゼロ好きなんですけど、はい、もっとやばいのを発見しまして、ほう、多分 CM とかやってると思うんですけど、はい、あのね、49って知ってます？49、ああ、あのなんか9999って書いてあるやつ。そうそう、9999ってやつ、 99.99 ってやつ。はい、この札幌荒らした49はやばいっすよ。ほう、ストロングゼロって飲んだことあります？ちょっとだけ。あのいかにも、あ、これアルコールあるなっていうガツン感があるんですよ、脳にガツンってくるんですよこれ、アルコール来てんなっていう、完全に 9% の味がするんですけど、49はなんかレモンサワーみたいな、レモンジュースみたいな感じの、全然ガツン感ないんですよ。はい、アルコール度数低いんじゃないですかそれ。いや 9% あるんですけど、はい、9% もあるのに、なんかレモンジュースみたいにスイスイ飲めちゃうっていう、はい、かなりやばいですねこれはね。それは死んじゃいますね。死んじゃいますよこれ。お、ジュースだって言ってグビグビグビって、全然飲める。下手すればね、ビールの倍ぐらいのアルコール度数があるのに、めっちゃ飲みやすい。へえ、あのドライとレモン味があるんですけど、ドライはもうね、なんか普通の炭酸みたいな感じ。うーん、レモンは本当レモンスカッシュ的な。へえ、どこが出したやつなんですか？札幌ですね。でパッケージも真っ黒の缶が土台で、真っ黄色の缶が、なんかかっこいいやつですよね。そう、レモンでかっこいいんですよね。本当だ。何が99なんですかこれ、アルコール度数。それってただのあの99だったらもうそれあのアルコールだランプだけどね。何が99、アルコール度数は 9% なんですけど、はい、何が99なんですか、何ですかね、よくわかんないですね。あ、わかんないですね。わかんないです。 99.99% の高純度ウォッカ、ウォッカの、ウォッカベースのチューハイですねこれ。はい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 、ウォッカってなんか多分いろんなウォッカがある中で、すごいちゃんとウォッカだよってことなんですね。そうかもしれないですね。でちゃんとウォッカだと、あのもしかしたら雑味がなく、もう、アルコールっぽさがなく、スッてスッていけちゃう。最近あの割と缶チューハイ業界って、このストロング系が流行ってるんですよ。ストロングゼロがヒットして以来、はいはい、なんかちょっと強めのが多いですよね。強めのが来てるんですけど、キリンとかもある、そういうのってやっぱり味も結構強めだったんですよ、はいはい、アルコール感が、はい、でもこの札幌の49はすっきりしてて、なんだろうこれは本当にね、飲みやすい 9% として、危険ですね、はいはい、危険すぎる、うまくて。そうなんだ、本当だ 99.99%。 友達とコンビニ前でお酒飲むときはもう最近これになっちゃいましたよ、なるほどね。僕ね、実はね、お酒飲み会はもう数ヶ月行ってないんですよ。あ、そうなんだ。でお酒もね、あんまり飲まなくなっちゃいました。そうなんだ。でももともとさ、あんま飲むイメージないよねっていうか、そんな飲み会とかに行かなそうな感じするよね。まあでも好きではありましたけどね、で家でちょっと飲んだりとかはしてましたけど。なんで飲まなくなったんですか？ちょっとね、まあこの話をしちゃうと1話使っちゃうので、長引くけど、長引くので、まあまた追って、なんかきっかけがあって、そうそう、あんま飲まなくなって、そう、全然最近全く飲んでないんで。なんかさ、飲まなきゃ飲まないで平気な、そうですね、いや面白いなと思って、実は僕も今49がうまいって言ったけど、はい、あんま飲まなくなったんですよ。矛盾するようだけど、最近ふと、はい、焼肉屋行った時に、はい、いつも焼肉屋行くと、はい、9000円ぐらいかかるんですよ、はい、
大体どこに焼肉が行っても、はい、不思議と9000円なんですよ、お会計が。はいはい、好きなお肉を頼んで、はい、めちゃくちゃ飲んで、はい、最後締めご飯も頼むと、はい、なぜか9000円なの。はいはい、まあ、なんかそのお腹のキャパと大体の客単価、うん、酒のキャパとか、はい、あの単品の値段とか単価とかねあって大体が一緒なんですよね。9000円なんですよね、はい、でこの間ふとなんか今日飲まないで行ってみようみたいな話になって、はい、一緒にいた人と、はい、ずっとあのウイスキーとかあの焼酎割るためのソーダあるじゃないですか、はい、ソーダ単品頼んで、はい、それ飲んでたんですよ。あのカットレモン頼んで、はい、そう炭酸水にレモンだけ入れて焼肉食べたら、はい、もうそのソーダがレモンサワーに感じてくるんですよね、だんだんあれこれいらねえじゃんっつって、うん、いつも一緒に飯食ってる友達と焼肉を挟んでシュワシュワしたものを飲んでると、はい、これ飲むなんかレモンサワーに見えてくるの、はい、あ飲んでる側も、はい、ほぼレモンサワーなんですよ、はいはい、であのドリンク代300円ぐらい結局、うん、あの割る炭酸の100円とかなんで、はい、300円ぐらいで、はい、そうすると酒回らないと、はい、食欲っていうのがすげえリアルなんですよね、はい、酒って食欲を隠してくるんですよあれ、はいはい、本当はお腹いっぱいなのに、はい、まだお腹いっぱいじゃないよ ってそうそう食欲の満腹中枢が狂って、はい、よりよく食べちゃってるんですよいつも。だからソーダを飲むことによって酒感はあるんだけど、はい、実際酔ってない状態だと、はい、お腹にそんな入んないんですよね、はい、だから本当に一人前ちょっとの普通の量のお肉を食べて炭酸水飲んでると、はい、4000円ぐらい収まったんですよ、はいはい、で満足度は変わらないですよね。大体僕そんぐらいですね、3、4000円ぐらいだと思います、ね、でいつも通りの食べた感じがあるというか満腹なんですよ完全に、うん、だからお酒好きでだだだ食べちゃう人って一回お酒を飲まずにご飯食べると、うん、いつも食いすぎてんだなっていうのがよく分かって、はいはい、それ以来ちょっと飲み会の時に炭酸水だけ飲むっていうのやってみてますしたらだって今の話だと5000円分ぐらい違いますもんね、うん、それ無駄に食ってるし無駄に飲んでるんですよね、はい、であの飲み会とか食事の時に炭酸水飲んでると、うん、明らかに早く満腹が来るし、うん、普通に喋ってて、うんうん、じゃあそうそう帰ろっかってなるんですよね、うん、10時ぐらいに、うん、で帰ると普通にお風呂入って寝て、うん、11時半ぐらい寝れると、うん、健康だなと思って、うんうん、なんかお酒ってそれを飲んじゃうとダラダラずっと飲んじゃうとね1時ぐらいまでね、うん、ダラダラ喋りながらなんか注文して、うん、また飲んでっていうのを続けちゃって、うん、寝るのが2時3時になって、うん、翌朝なんかお腹膨れて満腹なまま起きて午前中眠くて、うん、みたいなね悪循環になるんで、はいはい、お酒っていらなくねえかっていう今日この回90アルコールとこの4924でって話をしようとしてんのに最後何なのっていうただ49はめっちゃいいんでじゃあ今日は飲むぞって時は49は使えるけど、はいはい、なんかそういうもう飲むって決めた日以外は、はい、こんなお酒いらねえなっていう気もしてきて、はいはい、あの前週5飲んでたのが今週1とかになりまして、ね、あんま飲まなくなった、はいはい、うん、僕も今そんぐらいですね。飲み会はもうゼロで、うん、飲んだとしても週1に今週1ぐらいですね。毎日飲んでたんですけど、ね、ね、お酒ってそんないらないんじゃねえかっていう多分ねあれだと思います。飲みすぎてるんで、うん、あのぽいぽい飲み物をぽい、うん、時にぽい人たちと飲めば、うん、脳が勝手に補填してくれるんだと思います、うん、これは、ね、これは目の前に飲み友達が炭酸レモンやつ飲んでると酒に見えるんですよその光景で。そうですよね。でそれ見ながら俺も炭酸飲むと酒に感じてくるから、うんうん、騙せる脳。騙せる騙せる、うん、あとそうですね、今までの蓄積があるんで、この十何年の蓄積があるんで、あるからもはやあのソーダで酔えるからなってきてるんだと、うんうん、この蓄積によってすごいコスパのいい、あ、いいですね、脳みそが出来上がってるから、そのうちなんかあのティッシュペーパー食べてもこれ米だなみたい なんか思えるかもね、うん、ジュージューって音を聞きながら、はいはい、あのウィルキンソン炭酸飲むと酔っ払えるからなんていうかもしれない。あ、いいですね、うん、焼肉だっつって、ぜひね49も試してほしいし炭酸水飲みながら一回焼肉食べてほしいですね、はいはい、一瞬で終わるから